美女軍団ゼロイチファミリアの所属タレント15名が宝島社発行のファッション誌スマート特別編集スマートゼロイチファミリアフォト &DVD ブックにてゼロイチジャック号と称し全ページを飾っている。スマートゼロイチファミリア出演黒木光インタビュー。スマートゼロイチファミリアでファッション誌をジャックしましたね。今まで何度かゼロイチで雑誌をジャックさせてもらったんですが、まさかファッション誌までジャックさせていただける日が来るだなんて思ってもなかったので、とても驚いています。そして何よりも本当に嬉しいです。またファッション誌をジャックできるようにみんなでこれからも頑張りたいです。表紙の集合カットは初の6人揃っての撮影とのこと。初めての出演で初めてのファッション誌ジャック初表紙ってもう贅沢すぎますよね。本当に嬉しい限りです。それに確かにこのメンバーが揃っての撮影は初めてだったので新鮮でした。撮影中も写真を撮りあったりしてわきゃわきゃでウキウキしながら撮影していました。最後はなしことイチャイチャショットを撮ったりなんかしちゃったりして、なんだか幸せな1日でした。普段ファッションで意識されていることは、その日のファッションに合わせてヘアメイクするようにしたりしてます。基本的にあまり着ないようなお洋服でも買ってみたりして、常に何の服でも着てみてチャレンジする様にしていますね。特に私は楽でシンプルな服を選んでしまいがちなので、オフの日はたまにおしゃれをして出かけてみたり、お出かけ中に外でみんなのファッションを見て可愛いと思ったらどんなアイテムだったかメモってお家で調べて探してみたり。ちなみにお洋服は基本的に一目惚れで買ってしまいます。今後の活動や出演の情報などあれば教えてください。何度も言っています、今年こそは必ず卒業をしたいです。というかさすがにしないと。仕事の告知をさせてもらうのが普通かもしれませんが、まずは20歳の高校生でラストにします。頑張ります。何より早く卒業して袴を着ている先生と一緒に早く写真が撮りたいので。あ、そしてアルスプススタンドの箸の方が近日公開されますのでお楽しみに。